手前と向こうの内側の船はすでに船の前の番号、船の後の名前が消され、旗がどこにも掲揚されておりません。すでに現役を退きました。初鋳型の護衛艦だった船で、向こうは瀬戸行き、手前側は島行きというノルウェーの護衛艦だった船、最後は練習艦任務についておりました。桟橋挟んで向こう側にも一本別の桟橋が見えます。向こうにも船がおりますが、これから桟橋回ってまいりまして、向こうの桟橋の船は後ほどもっと近くでご覧になっていただく予定です。左前沖に近い方、向こうとこちらに自衛艦、桟橋挟んで向こう側105番護衛艦の稲妻、手前側4203番訓練支援艦天竜です。2つの自衛艦、船の前に同じ形のドーム状の装備を持っています。こちらは大砲です。62口径76ミリ速射砲、2つに分かれた煙突、その後ろの構造物中は無人標的ドローンチャカスリーと呼ばれる機体の格納庫8機まで搭載いたします。本日船の後ろに運用いたします無人標的ドローンチャカスリー1機、オレンジの機体が甲板にしっかり出ておりますので、写真などに収めてみてください。全体像が見えるのは珍しい姿です。訓練会面でこの無人標的ドローンをラジオコントロールで空に飛ばします。他の自衛艦そちらめがけて大砲ミサイルを発射する対空射撃訓練を行います。その支援を行いますのが訓練支援艦天竜の役目となっています。並んだ船、内側は反対側と同じ船ですが、外側の船はこの船、船にはめったに来ることはありません。通常大分県佐伯市に配備されております多用途支援艦限界が任務のため呉基地に停泊しております姿です。前方2本目の呉基地の沖桟橋 F バス、長さ420メートルあります。海上自衛隊の基地の中で一番長い長さの浮き桟橋です。手前に停泊しております艦番号113番、こちら護衛艦さざ波、先ほどの稲妻と同じ呉の第4護衛隊配備の護衛艦の一隻です。この角度だと稲妻とそっくり同じに見えますが、再び船の前の方に回ってまいりますと、船の前の大砲が稲妻よりも大きな大砲を持っておりまして、基準排水量は100トン多く4650トンの護衛艦、長さと乗組艇は稲妻と同じです。